おっす。もっす。今日は、ライブは東京ですよ。でね、今日はなんと、あっさ、ライブ選手とのコラボ、決まりましたね。決まりました。僕はね、呼ばれてないんですけど、ちょっと一丁が見せろかなと。3番勝負。3番、いや、3番勝負じゃない。3人勝負。3人勝負で、ちょっと意気込みを一言だけ。よし、まあ、思いっきり遠回しだったな。パウンドされてます。ライトさんどんな感じですか今日は。まあ、ハパチンじゃあ今日はね、ドーマーシとマッサゲリどんな様子か皆さんお伝えできたらと思います、ね、一番美味しいところどうです美味しいところどうですか、まあ、そういうことでよろしくお願いしますよしちょっとやっぱり緊張してます。いや試合かと思って。あ試合ちゃいますよ。YouTube の撮影です。ちょっと楽しみですね。めっちゃ楽しみですね。めっちゃ楽しみ。めっちゃ体重今77ぐらい。うん。あ結構重いの。最近ちょっと増える。増やすようにしてます。あれ内藤さん着替えないですか。どういうこっちやあ、そうなんですか綺麗ですねジムそうですね、うん、めちゃくちゃ綺麗あ、皆さん高田の高田の高田が来たんですけど高田いやどうですか。ワンめっちゃ綺麗ですよ。綺麗。うん。確かに。白単調で。こういうちょっとふわふわしてたら結構いいかもしれないね。倒れたり。そうですね。あんま怪我しにくいですね。うん。空手ルールでもやっていただけると。すごいですね。もうありがたいですね。ありがたいですね。楽しみで。ちょっと頑張って。楽しんでください。はい。もともと空手は何歳ぐらいまでやってたんですか。空手中学生ぐらいです。あ、そうなんですか。うん活動家コラボ祭りを演奏しているので、空手の世界チャンピオンが、コラボを披露しているのが、今は、今年も意外だ。あ、意外。めっちゃ意外。でも確かに、こっちもこんなことですよ。大丈夫だ。世界チャンピオンの戦いから見たいといいと。はい。お願いします。久しぶりすぎてちょっと緊張する。顔硬いっすよ。今日は顔硬いっすよ。いや緊張してるのか俺も。自分で分かる。ユウトとめちゃくちゃ久しぶりやな。どんぐらいぶりですか。3年ぶりぐらいですか。いや、この間合宿でやって、お前適当にやったやつ。いや、そのぐらいすぐ分かるんです。中腹でいたらあんま分かんない。めちゃくちゃ嫌いなんか。よく言われます。僕の弟とかもそうやってよく言われます。冬なんてね、頑張りよくしないですか。なんか白熱したりしないですか。なんか1個ハイキック入れられたらちょっと向かってきたら向かってきます。怖いです。昔も毎日ボコボコされたんで。あ、そういう正義感もあって普段に似てる顔じゃないよ。堂々としてるんですもん。なんか今日撮ってる。内藤さん顔蹴られたくない。審判真ん中にいるんですよ。あ、そっか。レイン、前で、ジゲイ。あ、そうなんですか。何やらせんねんか。はい、正面、レイ。おっす。お互いレイ。おっす。構えて、始め。
冗談も当たりました。痛かった？はい、行きまーす。はい、正面レイ。おっはい、お互いレイ。おっす。構えてー。始め。距離取るのがすごい。なんか一緒の感覚。一緒。ああ、なるほど。カウンターの取るタイミングとか。はいはい。すごい上手。なんていうか姿勢ですけど、うまいなって。おお。びっくりしました。マジ？何しようかな。絶対面白いって絶対面白い。内藤さん、はい、今日の意気込みちょっと聞かせてもらっていいですか？今日ですか？当てたんねん。まあハゲリパチ。まあハゲリ見ろ。当てたんねん。もう道着倒されやすいって言う。やばかったですか？裸で行ったらいいです。裸で反抗しわがままでI'm sorry.